2008年9月4日、突如としてこのような書き込みがなされた。現在の状況、嫁が出て行った。離婚すると言っている。最終的にどうしたいか、戻ってきてほしい。相談者の年齢、職業、年収、手取り額も。54歳自営業700万。嫁の年齢、職業、年収、手取り額も。51歳自営手伝い。家賃、住宅ローンの状況、持ち家ローンなし。貯金額、600万。借金額と借金の理由、1000万馬を買うため。結婚年数、28年。親と同居かどうか、別居。子供の人数、年齢、性別、2人25、23男、女。相談者と嫁の離婚歴、あればその理由、なし。離婚危機の原因の詳細。昔から競馬が好きで、馬を買うのが夢だった。競走馬にすれば金が稼げるし、いいと思ったが妻には反対された。しかし諦められず借金して馬を買うことにしたら怒って出て行った。金が足りないので店を処分しようと思うんだが、それを言ったら離婚だと言われた。やっと長年の夢が叶うんだし、妻には賛成してもらいたい。馬と第二の人生を歩め。自営の店まで手放して今後の生活費はどうするんだ？ですから、競走馬にして稼ぐつもりです。離婚を回避したい上に馬のことも賛成してもらいたいって。嫁か馬か、どっちか選ぶしかなくね。私の馬好きは昔から妻も知っていましたから賛成してくれると思ったんです。今になって反対するとは思いませんでした。いやー、馬主になる審査が通らないと思うが。競馬好きなら知ってるだろ。勝つのが難しいこと。管理が難しいこと。怪我をしたらそこで終わりだということ。嫁の方が現実を理解してるよ。嫁が出ていくのは当たり前。子供たちも馬主のしたことに呆れてるんじゃないか。貧乏人が分不相応な買い物しようとしてんじゃねえよ。年収の審査があるぞ。明らかに年収足りないよな。中央競馬なら、資産も足りない。競走馬にすれば間違いなく稼げると思ってるならお笑いなんだが。50を過ぎてるいい大人が、虎ぬたぬきの川山陽、という昔の人の教訓を知らないとは実に驚きだ。日本人の学力低下はこんなに上の年代まで進んでいたのか。馬つうのは、ちゃんとした生計を立てる手段がある上でじゃないと買わせてもらえないぞ。嫁が正しいに決まってるだろバカ。そして農家でもねえのに勝てる馬なんぞ育てられるわけないだろバーカバーカ。バンバなら優勝しまくれるかもな。今レースないだろうけど。借金して馬か。ガスの企業、笑い、と変わらないな。粗末なブレーンどもだな。一口馬主ってやつだろうな。当てもないし。一口馬主って千万もすんのか？詐欺だな。夢を追うのは悪いことではない。男ならみんなそういう面がある。が、他人を巻き込んでしまうのはいただけない。嫁さんは解放し、男らしく一人で新しい夢に立ち向かっていくといい。馬が好きなら小遣いの範囲で乗馬でも競馬でもしろ。その資産で馬を買おうなんが寸判もの。馬の手入れのことや、競走馬に育てることはこれから考えようと思っていました。そんなに金がかかるんですか？バカすぐる。本当に50過ぎてるのか？ナビスタやって出直せ。馬主って54歳なのか？それでこの経済観念か。段階には世の中舐めてる奴がいるって聞いていたが本当だな。嫁は逃げるしかないな。幸い子供は独立する年だし身軽だろう。とりあえずさ、余裕見せて離婚しろよ。で、競走馬買って、それで金をガンガン稼いで金持ちになったら、嫁のとこ行って、戻ってきてもいいんだぞ。って言って許してやればいいよ。うまくいかなかったら、嫁の前には姿を見せないどけよ。女にすがるのはカッコ悪いからな。何も知らないで馬を買おうとかバカすぎる。競馬の知識なんて漫画でちらっとくらいの俺ですが馬は金がかかるのを知ってるのに。一口馬主ではなく、自分の馬を買います。金が足りないから店を処分するんです。寝言は寝て言え。だからね、そういうバカな夢を持つ奴は、馬に関わる人々みんなに迷惑かけるから、借金せずに買えるような奴しか買えないようになってんだよ。店を処分したら馬の維持費を払えないぞ。馬は絶対に維持費を稼いでくれない。断言してやる。一口馬主について、メディアでよく見かける超有名馬主の不採地軍団総帥関口さんのような馬主になりたいと考える人は多いのではないでしょうか。しかし、人気の高い中央競馬の馬主の資格を得るには年収数千万、資産が億単位などの厳しい条件をクリアしなければなれないのが実情です。そこで、庶民の夢を叶えてくれるのが一口馬主、共同馬主、というありがたいシステムです。このシステムであれば、40分の1、500分の1口で所有ができますので数百万円、数千万円。
中には億単位の馬の馬主になることができます。安い競走馬なら毎月数千円であなたも馬主になれます。だとよ、有望なのを一口買うだけでヒーヒーなろう。皆さん、馬のことはいいので、妻が戻ってくれる方法を教えてもらえませんか？馬諦めたら帰ってくるよ。お前が馬を諦めない限り嫁は絶対戻ってこない。馬主になるのを諦めて、堅実に自営を続けると約束すれば戻ってきます。バカか。タケルタカテレビ、見てるだけのやつでも、馬主になる条件ぐらい知ってるわ。今後の馬の維持費もだが、自分たちの生活費も薄るつもりだったんだよ。嫁に生活費の全てを稼がせるつもりだったのか？馬の1ヶ月の食費、馬の1ヶ月の厩舎代、競馬場としての調教代、騎手への謝礼、競馬協会への登録料。目の前の便利な箱で検索してみな。それから競馬馬の値段も。奥クラスの血統の馬ゴロゴロいてそれでも勝つのは一部の馬。っていうか、競馬マニアならこれぐらい知ってないのか？馬券も勝率とか騎手とか血統も見ずに山間で勝って負けてる予感。相談者の年齢、職業、年収、手取り額も、54歳自営業700万貯金額600万。貯金少ねえ。家が2、3軒立つくらい馬券買ってないか？それも負けてさすってるな。確実に。そらもう嫁さん我慢の限界だよな。自分で火をつけたら家が燃えてしまいました。そうしたら嫁が逃げ出してしまいました。なんとかして戻ってきてもらいたいです。燃え盛るこの家で一緒に暮らしてほしいです。馬主、お前の言い分はこれと同じくらい馬鹿げてる。確か、年収1500万円以上、資産1億円以上が目安。馬主、でないと、審査に通らない。ここまで馬鹿な上に魔法の言葉をよこせとよ。なんだかここでも馬を飼うことを反対されてますね。私の夢はそんなに無謀でしょうか。考え直すべきですかね。考え直すべきです。ここまでのレスを読んでまだ馬を飼いたいと思う方がおかしい。だってお前金の計算できないじゃん。自営の方も随分嫁にやってもらってたんじゃね。反対じゃなくて、無理、できない、させてくれない、って言ってんの。詳しく調べないうちに、先走って店処分することまで考えてたのか。店処分する前でよかったね。多分最低条件満たしてる人間でも馬主になって寝台食いつぶしたやついるだろうな。もうね、長年馬券買いまくってるのを嫁さんが諦めモードで見続けてたのが容易に想像つくわ。完全にとどめさしたな、こや。買うのを賛成とか反対とかじゃなくて、仮に嫁が買うのを賛成したとしても、お前の収入では審査で断られる。つまりどう頑張ったって買えないんだよ。今回の騒動では嫁を失ってまで、買えないものを欲しがったってことな。馬主今までいくら馬に突っ込んだ？覚えていません。一回につき3万くらいは使ったと思いますが、一度、妻を競馬場に連れて行ったことがあるのですが、その時妻も馬を見て綺麗ねえと言っていました。だから馬を買ったら妻も喜ぶだろうと思いました。本当に叶えたい夢ならば、その夢のことをきちんと調べると思うし、お金がかかる夢ならば、コツコツ貯蓄もするだろう。そういう努力をしてきて初めて家族を説得する立場になれると思う。それらをまるっとやらずして、家族を巻き込もうとする無計画さ。いい年こえて、何考えてるんだ？確かに、私は競馬に行くことが多いので店は妻に任せることが多かったです。しかし経営はそれなりにうまくいっていましたし、なんとかなると思ったのですが、私が甘かったでしょうか。でも馬は諦めたくないんですが、諦めたら妻は戻ってきますか？お前、レス読んでねえだろ。経営がうまくいっていたのは、嫁の力だとわからんか？諦めたら妻は戻ってきますか？それは嫁に聞け。俺は、戻ってこないに変な遺産かけるが。え？女房働かせて競馬場に入り浸りなって？わら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 。私が甘かったでしょうか。糖尿病患者が即死するくらい甘いブラジルの黄色いお菓子よりも甘い。確かに、私は競馬に行くことが多いので店は妻に任せることが多かったです。おいおい、店は嫁の丸投げかよ。それなら店の仕事も経営も実質嫁なんだから、嫁の年収に700お前はゼロとかけ。よく今まで嫁が逃げなかったものが、嫁の我慢強さに感心した。すでに1000万借金してるのか？さらに店を処分？言葉にならんほどにアホだな。ひもじゃん馬主。お前なんもできないんだろ嫁いないと。なのに嫁の言うこと聞けねえのか？嫁さん、この年で離婚して大丈夫かと思ったが実質働いていたのが嫁だとすると、離婚しても食っていけそうだな。反面馬主は仕事もできず競馬で借金満載。底辺生活が待ってるね。もう嫁は戻ってこないと思うよ。だって嫁の人生にとって馬主って邪魔なだけじゃん。
店の経営者は私ですから、すべて妻がやっていたわけではありません。妻はよくやってくれていましたが、あくまで手伝いですから。馬を売ってもらえないというのは本当ですか？まだ詳しく調べていないので審査とかはよくわかりません。でも店を処分すればなんとか買えると思うのですが、餌代や他の費用も後々考えようと思っています。たかなか1000万で馬主になって賞金で食っていくって、父以外の何者でもない。嫁が暴行を言う前に、病院行け。1000万の馬買って翌日から稼げるつもりでいるのかね。このスカスカ親父は。貴様、目丸だか。もう一回、このスレ読み直すこともできんのか。お前はせいぜいミニチュア法スクライにしとけよ。一口馬主だって損しまくりなんだぞ。1000万の借金の返済計画はどうなってんだ。この計画性のなさからするともうそこで浮き詰まりそうな。こんな親父が父親じゃなくてよかったと子供と同じ年の俺が思う。どの口で、馬好き、とぬかすかお前。店処分して無収入になった人間が馬を購入できるわけないだろ。こんな奴が経営者。嫁さんがいなかったら、とっくに店が潰れてるわな。ポニーでも買って満足しておけ。これなら嫁も子供も許してくれると思う。真面目な意見だ。審査とかはよくわかりません。でも店を処分すればなんとか買えると思うのですが、餌代や他の費用も後々考えようと思っています。マナ、後々考えようって、マナ強行する気で嫌がる。馬ってのは来た日から行く牛専用トラックで運ぶんだがそれは無償だとでも、こんな経済関連で経営は自分で嫁は手伝いなんてよく言えたもんな。仕事の 90% 以上は嫁がやって名前だけの経営者だろ。借金関係の質問は全スルーか呼ばぬし。調べてから借金しろよ。生き馬を買う資格の審査に弾かれることは理解したか。に店を売る話は具体的か。嫁に打診しただけか。3競馬を辞める気はあるか。4店を嫁に任せず働く気があるか。上記をイエスノーで答えろ。5子供たちに話したか。話したならその反応。6身近な人物、親、親類、友人、に話したか。話したならその反応。7嫁と別れたくない理由を具体的に。答えてこそ遭難者が。生き馬を買う資格の審査に弾かれることは理解したか。これから調べるつもりでしたが無理なんでしょうか。に店を売る話は具体的か、嫁に打診しただけか。話をする前に妻は出て行きました。3競馬を辞める気はあるか。それでは意味がないと思うのですが、4店を嫁に任せず働く気があるか。妻は手伝っていただけで、私も働いていました。5子供たちに話したか。話したならその反応。5子供は2人とも自立して家を出ていますので話していません。6身近な人物、親、親類、友人、に話したか。話したならその反応。6競馬仲間に夢を語ったことはあります。応援してくれました。7嫁と別れたくない理由を具体的に。7長年連れ添った夫婦だからです。馬が来れば妻も喜ぶと思います。1000万円借金して店を開いたら、その日からきっと黒字続き。開店して1週間で、開店資金の借金を完済してあとは全部儲けになるはず。だから俺は店を開く。馬主、店やってるなら上記のようなことを言い出した人間が身近にいると考えてみてくれ。今のお前さんはまさにそういう慣れ事を抜かす馬鹿と一緒な。馬主は店は自分の力で成り立っているって言うけど、絶対嘘だな。こんな経済感覚の悪さと先読みのなさでは経営なんてできるわけがない。これは断言できる。店が持っているのは嫁のおかげ。嫁に戻ってきてほしいというならば、今回のことを反省して、馬は欲しがらない。競馬はやめる。くらいの気持ちで謝らなかったら意味ないぞ。今のままだと、馬も買えない。嫁は戻ってこない、借金だけが残る。無理なっつうのに、わからんやっちゃな。本当の競馬さんなら馬主の審査とか当然わかってると思うんだよ。加減にしてほしい。と競馬歴20年の俺が言う、嫁も馬好き。馬主、そのうち緑の髪が来るよ。楽しみだな。子供も成人してるし、嫁も心置きなく離婚できるだろ。ぶっちゃけ、タケルタカみたいなキツになりたい。って言ってる中学生の方がよっぽどちゃんと調べてると思う。お前は競馬っていう楽しみがあるけど、嫁個人の楽しみを考えたことはないんだろうな。夫婦で楽しむったって、所詮お前の趣味に付き合わせるんだし。調べろという方が多いので今から調べてこようと思います。ここでも反対されて、正直どうしたらいいかわかりません。借金は親戚中に頭を下げたりあちこちから借りました。馬が来れば返済できると思っていました。私の考えが甘かったようですね。もう少し勉強してきます。ねえ、
その馬来るだけで金の汚物でも落とすの？飯食わないの？ギャンブル依存ってマジ恐怖だな。脳みそ溶けてるとしか思えん。ダメだな。こいつ完全に狂ってるわ。もうレス中止でいいんやね。リアル系競馬漫画なら資金繰りの大変さは必ず書かれるんだが、それすら読んでないのか。こんだけ書かれてるのにやっと、調べますだもんな。嫁、本当にかわいそうだな。今から調べるって。このバカ、昨日どっかで頭強打したんじゃねえか。むしろ緑の紙降臨で手元にいくら残るか調べた方がいいんじゃないか。妻も、競馬場で、走ってる馬って綺麗ねえと喜んでいたんですよ。なのにどうして今になって反対するのかわかりません。競争馬を見るのと買うのは、天と地ほど違うってもう嫁は知ってるからなの。お前は早く調べろ。見るのと買うのは大違い。綺麗だったら何でも買うのかお前は。嫁が数億の貝が欲しがったら買うのか。それが理解できないのは低能だからだよ。バカ主様、1000万の馬を買ったら、いくら稼いでくれると思っているのか教えてくれないか。馬主失格は逃げたか。馬主年収700万のうち、純利益はいくらだ。いや、そもそもまたしても自衛の必殺技、燃焼、と見たが。半世紀以上生きてるのに、何を学んできたんだろうな。馬主今頃涙目。手取り300万ぐらいだろこの人。馬を買う審査に通らないかもしれないということはわかりました。それでしたら、友人と数名で共有することは可能でしょうか？ちょっと競馬仲間を誘ってみようかと思うんですが。それとも、馬を買うことは諦めないとダメということでしょうか？そういえば、馬主になったら馬券は買えないんですね。悩ましいです。何でも人に頼るそのダメな人格どうにかしろよ。いいんじゃない？やれば。その代わり嫁さんは戻ってこないけど。お前仲間なんぞ誘って詐欺罪で訴えられても後悔するなよ。ググレカス。ここは馬について相談するところじゃねえぞ。そして、嫁についても、どうせ戻ってこないんだから、無駄だ。流銀巻き込むなら競馬ブックとかギャロップに一口馬主の広告あるからそれにしろよ。もちろん離婚してからな。まあ、地方競馬の馬主になら、年間所得500万円程度で審査に通るかもしれん。ただし、維持費は JRA と対して変わらん。だが、賞金は全く比較にならないくらい安い。地方の基地、小牧や岩田が3000勝以上してるのに JRA に転向したのはなぜか考えろ。一方、武豊は去年3000勝を超えたばかりだが、その賞金収入は計り知れない。いや、こいつ嫁さん出て行ったら、年収500万さえ絶対無理だろ。そろそろ晩飯の時間なので、ちょっと妻に電話してみます。俺の飯はどうなる？来ました。今のままじゃ馬買えないかもしれないんだよ。どうしよう。馬を買ったら馬券買えなくなっちゃうし、困るよね。あ、もうすぐ晩ご飯なんだけどどうするの？ってところか？妻に電話。晩飯の時間なので、妻に電話？まさか、俺の飯は？ですか？やっぱり父だな、こいつ。あのなぁ、その年になって、審査、って言葉の意味わからんのか？お前が、馬主になる。っていくらわめいても、勝手に言わなれんのや。小学生でもわかるわ、ボケ。自分で晩飯作れよ。今頃、俺の晩飯は？って電話して嫁に決められているんだろうな馬主。ね。どうして妻がそんなに怒るのかわかりません。とかぬかすんだろどうせ。妻に電話してきました。飯はどうする？と言ったら知りませんよと切られました。まだ怒っているようです。困りました。腹が減ったのでちょっと外で食ってこようと思います。ありがとうございました。なんと基本に忠実な。まさかの、飯は？でしたね。予想通りの展開。とりあえず、嫁は電話に出るし、知りませんよという程度で済んでるのがすごいな。心が広いのか嫁も似たもの夫婦ってことなのか。娘から電話がかかってきて、説教されました。妻は娘のアパートに行っていたようです。ここで皆さんがおっしゃっていたのと同じようなことを言われました。あとは、黙って借金したこと、勝手に馬を買うと決めたことを責められ店を処分するなど言語道断だと怒鳴られました。娘は気が強いので、妻以上に怖いです。休みの日に、借りた金を返しに行くと言っていました。妻と食事をしてから話をしに帰ってくるそうです。悪いとは思わないけど叱られたからやめるって、お前は5歳児以下かよ。こんなんでよくもまあ自営業やってこれたもんだな。いやいや、仕事してたのは嫁で、こいつは単なる手伝い。黙って借金したこと、勝手に馬を買うと決めたことを責められ休みの日に、借りた金を返しに行くと言っていました。しっかりした娘さんだ。こんな若親父もって娘も苦労するな。
ところでどの馬を買うか話が具体的でないのに借金はすでにしちまってるのか。借金した金はまだ手元に全額残ってるのか。でなければどうして返済するんだ。当てはあるのか。金は手元にあります。馬を買うにはまだまだ足りませんので、店の金庫にしまってあるままです。もう、馬を買うことは諦めるしかないのはわかりました。娘がまともでよかったな。こんな父親でマジでゴウゴウするよ。馬主、で、どうすることにした？馬と嫁とどっち取るんだ？まだ諦めてないに一票。俺も一票。絶対こっそり買う気満々。もっとも、絶対買えないからまず大丈夫だろうが。正直、私の認識が甘かったと反省しました。晩飯は行きつけの小料理屋に行ったんですが、そこの主人にもちょっと話したらそりゃ無茶だよと笑われました。昔から思い立ったらすぐ行動に移す人間だったもので、今回もよく考えずに先走ってしまったのかもしれません。ここで何言われても馬主は聞く耳もたなかったもんな。まさにマギトウ風。よく考えずに先走ってしまったのかもしれません。知れませんとか言ってる時点でダメだ。笑われました笑われました笑われました。正確には、あざ笑われました、だな。行きつけの小料理屋が、嫁の店の仕事の大半をしつけて競馬に飲み屋が良いとは、一人で贅沢してるんだな。つか今回の件で馬主は嫁と子供たちから捨てられるんじゃないか。ここまでバカとは思わなかったってな。生活の母体である店まで勝手に売りに出そうなどという危険人物とこれ以上関わりたくないだろ。また同じ過ちを繰り返す可能性も十分ありそうだしな。本当に馬に蹴られて死ねばいいんじゃね。嫁と親戚にしっかりと謝罪しろよ。ちなみに、ここまでひどいことをやらかしたんだから競馬もやめますっていうのが謝罪だぞ。お金を返したらはい、おしまいっていうんじゃないぞ。妻も喜んでくれると思っての行動でしたが、私が間違っていたようですね。娘に怒鳴られて、自分がバカなことをしようとしたのだとわかりました。とにかく帰ってきてくれるようなので、きちんと謝って話し合いたいと思います。1、馬主の競馬に行く回数は？平均使う額はいくら？ 2、行きつけの飲み屋に行く回数は？予算はいくら？嫁に許してもらうにはそれも全敗もしくは減らさなきゃな。1、馬主の競馬に行く回数は？平均使う額はいくら？ 1、週1回程度です。だいたい3万円を使ったと思います。2、行きつけの飲み屋に行く回数は？予算はいくら？ 2、競馬の後に行くことが多いので同じくらいです。5000円くらいでしょうか。馬を買うことを諦めるなら、競馬くらいは許してもらいたいのですが、これもダメでしょうか。そろそろ妻と娘が帰ってくると思うので、パソコン切ります。馬主は病院行って地方検査した方がいいと思うよ。何が妻が喜ぶだよ。お前がしたいようにしたかっただけじゃんか。いい歳して人のせいにするんじゃねえよ先輩。しかも怒鳴られて間違ってたと気がついた。普段から自衛をしっかりしないで、遊び歩いてる兵六玉だからそんなゴミになるんだ。少しは店を守ってくれてる奥さんをいたわろうとか思わないのか？嫁が戻ってくるっていうのは許すってことなのか？離婚届を持ってくるというのをバカフィルター越しに書いたのかどっちだろう？馬主ってバカ亭主の略なのか？馬主、何をどう謝るのかわかっているか？競馬で散財してきたこと、勝手に1000万の借金したこと、店を売ると勝手に言い出したこと、鍵から仕事まで嫁に頼り切ってきたこと、自分には経済観念と将来設計と計画性の能力が欠けていること、自分のやりたいことを、嫁のため、という言い訳でごまかしたこと、これ全部謝れよ。競馬をやめるのがベスト。どうしてもというなら嫁の許可をもらって1万以内とかだな。嫁もいい歳になってからの離婚は思い切れるかどうか微妙なところだよな。ぜひとも離婚してほしいところだが、この年代での離婚に躊躇する可能性もあり、娘さんには頑張ってほしいもんだ。翌日、昨日は散々でした。あれから妻と娘が一緒に帰ってきましたが、帰ってくるなり娘に絶叫されましたよ。何を考えてるんだ、バカじゃないのか、勝手なことばかりして、とやつぎばやに怒鳴られ、今度の土曜に借りた金を一緒に返しに行くと約束させられました。土曜には息子も帰ってきて、一緒に行くそうです。話し合いは、ほとんど娘が一人でわめいている状態で、妻はほとんど喋りませんでした。1時間ほどして、着替えなどを持って、また娘と二人で出て行ってしまいました。しばらくは娘のところにいるそうです。しかし、仕事もありますし、急に出て行かれても困りますね。今日も一人で大変でした。今日も飯の支度をしてくれなかったので、出前を取ったり、外に食いに行ったり大変でした。いつまで許さない気なのでしょうね。
金は返しに行くことになってしまいましたし、もう馬は飼えなくなってしまったのだから帰ってくればいいのにと思います。それに、息子まで呼び戻すことはないんじゃないかと。娘が電話したそうですが、余計なことをしてくれたという思いです。お前バカだろ。離婚されちまえ。お前には徹底的に説教しておかないと、また何するかわからないからな。家計を顧みないだけでも経済的 DV と指定車両問題になりますから、事前に家族と相談してから物事進めてください。俺ならば健康入禁止にする。早く大人になりなさいよ、倍35歳より。家庭を顧みないなどということはありませんよ。ちゃんと仕事をして妻を養っています。息子と娘も、きちんと自立するまで立派に育て上げました。生活に不自由はさせていないと思います。経済的 DV などということはありません。それに、今回はびっくりさせるつもりでもありましたから、相談しなかったんですよ。驚かせて、喜ばせるつもりでした。喜ぶ部分がない。ですから、もう馬は飼えなくなりましたし、金も返すことになったじゃないですか。せっかく綺麗な馬を見せてやろうと、計画を立てていたのに。それに、今回はびっくりさせるつもりでもありましたから、お前のバカさ加減に家族全員びっくりな。それについては成功したな。ちゃんと仕事ってお前奥さんにほぼ丸投げだったろうが、それでいて養ってるなんてどの口が言うかこのたわけが、子供が立派に育ってくれたからお前に説教しに来るんだ。なんで親が子から説教される？お前はそういう恥を知らないか？さっさと離婚したらどうだ？脳みそ腐ってるみたいだし、喜ぶも何もバカの思いつき程度にしか思えん。馬も飼えなくなったし、金も返すのになぜ離婚しなければいけないんですか？夢を潰されたんですから、もう十分報いは受けているでしょう。もうすべて元通りですよ。金を借りた人たちに頭を下げて回るのも屈辱ですよ。屈辱って、借りたもんありがとうございますって返すのは当たり前だろ。嫁や子供の方がよっぽど恥ずかしいね。それに、離婚したら妻は生活に困るじゃないですか。再婚できる年でもないですし、実家に戻ったってできる仕事もないでしょう。離婚なんて、勢いで言っただけでしょう。仕事もしないで、毎週3万もの金を捨ててきたのはお前な。誰のおかげで生活してこれたのかわかってないな。むしろバカが追い出されるんだよ。馬を見るだけじゃ意味がないんですよ。自分の馬が欲しかった。立派な馬を買って、競走馬にして、レースで勝てば最高だと思ったんですよ。きっと馬を見れば妻だって賛成してくれたと思いますがね。それに、離婚したら妻は生活に困るじゃないですか。今まで店実際に経営してた能力と実績があるからな。嫁が同業を開けば得意客もそっちに行くから大丈夫。まあ、お前の店は潰れるだろうがな。馬主になれる解消もないくせに、借りた金返すときに頭下げるのは屈辱か。いい歳なのに本当にバカなんだな。嫁さんが戻ってきたがらないのもわかるな。バカなんだから、すでに自分の中に馬を飼ってると思えばいいのに。嫁さん逃げていって言うより、嫁さんさっさとバカ追い出していってとこか。失礼な人が多いですね。妻は帰ってきますよ。もう馬は来ないんですからね。金だって返しに行くんだから、離婚する理由がない。今はちょっとへそを曲げているだけです。今はちょっとへそを曲げているだけです。そう書き込んだバカは今までいたが、嫁が帰ってきた試しはないな。そういう反省のない態度の奴が復縁できるわけがない。まあ、弁護士付きに緑の髪が降臨するまで考えてたらいいだろう。馬のおっさんよ、なんで嫁が怒っているのか本当にわかっているのか？馬主に質問。競馬開催日以外は店の空いてる時間何してたんだよ。きちんと働いていたら、嫁が家でしてても困らないはずだよな。バカにしないでもらいたい。私はこれまで経営者として立派にやってきたし、妻や子供たちを何不自由なく養ってきたんですよ。その私が夢を叶えようとして何が悪いんですか？もうやめたと言ってるんだからいいじゃないですか。どうせもう馬は手に入らないんです。だったら全て元通りでいいじゃないですか。何不自由なく養ってきた。さすがにこの発言はどうかと思うわ。そう思うならその通りに一語一句嫁と子供に言ってみろよ。お前が正しいのなら許してもらえるだろうさ。あのな、そのおめでたい思考が早々離婚だな。許したなら、話し合いなけして出ていかねえだろ。多分、今頃嫁と娘でバカ主に見切りつける話し合い中な。まあ、今回馬はダメでしたが、北海道に牛でも買おうかなと考えています。子牛から買って、育つと金が入るらしいです。そのくらいなら、老後の楽しみと思って妻も許してくれるでしょう。あははははははは、はいいな。それ、めっちゃいいよ。それで嫁はきっと後腐れなく、心置きなく離婚へと一歩踏み出せるって。
それはすっごく嫁の後押しとなるだろうよ。今すぐ電話して話すといいよ。うし。和牛商法ってあったな。騙されて支払った金戻ってこないって泣いてる老人がテレビに映ってた。あれ？次は鹿じゃないの？店の経営はうまくいってますよ。経理は妻に任せていますが、赤字を出したことはないと思いますがね。細かいことはここでは書けませんよ。情報漏洩というのは怖いと息子に教わりましたから。和牛商法とは何ですか？そんなものじゃないですよ。競馬仲間が教えてくれたんですから。騙すような人間じゃないです。なんだ、仕入れも在庫管理も何にもできてないんやんか。お前はだな、右から左で商品を客に売ってただけなんやん。それで経営者とはご立派な。まあ、どうせ競馬で吸ってるわけだから、今さらそれが和牛商法になったって現状は全く変わらないけどな。帳簿も見ないで、赤字じゃないと思うだって。どんな経営者だよ。経営者なら帳簿の端から端までしっかり見るもんだけどな。詐欺だとか言って、牛も諦めさせるつもりなんですか。そこまで言われる筋合いはありませんね。馬を諦めたんですから、牛ぐらい買ってもいいでしょうが。仲間を悪く言うのはやめていただきたいです。仲間は関係ない。お、ま、え、が、ば、か。老後の資金の詐欺で持っていかれる2000億馬しか。嫁逃げてー。超逃げてー。確かにそうだな。お前が慣れと付き合おうと騙されようとお前に自己責任。だがその前に嫁に今までの給料と退職金、慰謝料と財産分与して綺麗に分かれてからな。お前の夢イコール嫁の夢でもお前の友達イコール嫁の友達でもない。巻き込むな。別れて家族に迷惑かけないなら自由だよ。行く末は路上で老後でもさ。皆さんバカにしますが、昔買った金だって今は価値が上がってるんですよ。株をやってみたいとも思ったんですが、株は難しいので手が出ません。で、金何キロ買ってあるんだ？てかその金を売れば1000万借金しないで済んだんだじゃないのか？まさか、数十万円分だけなんてわけないよな。あのさ、馬とか牛を買うこと自体が最大の問題じゃないんだよ。よ、め、に、な、の、そ、う、だ、も、な、く、こ、う、や、う、す、る、こ、と、が最大の問題点。嫁を信頼してないとか、そういうとこに嫁は怒ってんだろ。オッケー、もう止めないから自分が正しいと思ったことをやれ。お前が間違ってないなら家族も頭を下げて戻ってくるだろうからさ。だからもうここには面見せんな、な。まあ、土曜には妻も帰ってくるでしょうし、離婚なんてしませんから、もう大丈夫です。妻が出て行ってしまったので、焦ってご相談に来ましたが、もう心配ないでしょう。帰ってくるんやね、離婚とボケ持って。近海に競馬馬に和牛商法。確実にカモリストに載ってるなこれは。他にも変なもの売りつけられてそうな予感。馬、牛ときて、次は何だろう？スズムシやクワガタの繁殖あたりならまだ現実的なし失敗した時のリスクも少ないけどな。牛も次は離婚の財産分与ですっからかんになる上、おそらく嫁がいなくなって自営も傾くので、もはや何かを繁殖させる余力はないと思われ。自分で世話するのはめんどくさいからやらないと思う。出資すれば必ず儲かる、経営が大好きと見た。先物取引とか勧められてそうですね、馬主さん。馬主って、金運アップのブレスレットとか好きそうだな。50代も自営が放り出されたら確実に人生終了だな。土曜日に妻が帰ってきてくれたんならここで報告してくれよな。そんとか一応祝ってやるよ。その後、土曜になっても馬主氏の書き込みはありませんでした。どうなったのかは定かではありませんが、この分だとスレミンの言うように大方離婚落ちになったのでは、と思いますが果たして、ともかく、馬主妻、娘、息子に幸あれ。以上で終了なのだ。最後までご視聴ありがとうなのだ。よろしければコメントを書いてほしいのだ。チャンネル登録、高評価もお願いなのだ。バイならなのだ。